静かなる防衛の時間です。 F-35 ステルス戦闘機の開発と F-22 ステルス戦闘機の行方、今さら F-15EX を増やすのはどうか、 F-3 計画への問題点。それでは F-35、F-22、F-15EX、F-3、今現在日本でよく話題になっているステルス戦闘機、いや戦闘機です。ここは F-15 旧型を最新鋭のディスプレイやレーダーに変えた F-15 の最高級になります。 F-35 は日本も A と B タイプ導入予定です。 A は導入されています。この間墜落事故が起きたばかりですが、 F-35 に関して問題点はかなりありますが、しかしステルス戦闘機としては最高だと感じています。もちろん F-22 は米国のみの仕様ですが、これも最高と考えます。アメリカが F-15EX を購入予定、今現在議会で予算を組んでいます。予算を要求している状況です。ボーイング社も単納機対応できるとの見解を示しています。F-35 に戻りますが、今現在日本は A と B を導入予定で、 B はいつかがでの運用が開始されます。しかし運用するためには甲板の耐熱加工が必要になります。それが終われば本格的に導入されるでしょう。しかし F-35B に関しては常時完済するというものではありません。有事の際のみ完済ということです。予想では6機完済できるかなと考えています。アメリカがワスプ強襲揚陸艦を運営していますが、これは佐世保で
F-35B は岩国基地で任務に当たっています。常に艦載しているわけではありません。訓練や任務の時以外は別々の展開が行われています。出雲とかが日本もワスプ同様別々の港や空港で展開されると思われます。F-15 のメリット、これは現行のシステムを使える、すべてパイロットやメンテナンス、これが現行のままいけます。それに双発エンジンで航続距離も長く、ミサイルをたくさん積めるというメリットもあります。最後ですが、F3 計画、日本は今 F3 日本主導で開発することを決めました。閣議決定で決まりで、エンジン IHI FX91 を開発しています。来年にはテストに入る予定です。このテストですが、 F22、 F35 と第6世代、第5世代F3、 これは第6世代第6世代でいけばテンペスト、アメリカも独自開発すると言われて発表もありました。日本も独自の開発に進みます。果たして超音速なのか、超ステルスか、もしくはドラグーン、いろいろと未知はあるのですが、何事も一番のネックはソフトウェア、これだと思います。このソフトさえ開発できれば、日本の技術力で F3 戦闘機はできるでしょう。 X3A
となるか期待したいと思います。タイプも2タイプ欲しいところです。日本の開発は今後進んでいきます。今日のご視聴ありがとうございました。新チャンネル作ったんで、説明欄をクリックしてください。